ごきげんよう、穴っぽこです。さあ今日は穴を育てていこうと思います。まあ、こういうものを入れると育っていくのかな。 UFO キャッチャーみたいにこういう入れたくなっちゃうよね。よし、すべて入れ込もう。さあちょっと広がったぞ、成長してきてる。よし、全部入れることに成功しました。なんだなんかボスが出てきた。何このマッチョ、倒すしかないのか。あ、さっき入れた弾を発射したね。よっしゃ、マッチョも穴に入れました。今度はなんか制限時間があるね。やばい、20秒ぐらいで終わっちゃうのかな。よし、この間にとにかく詰め込もう。さ、すべてのこの弾丸入るんだ。よし、成長したね。そしたらちょっと大きめの弾を入れていこう。よし、さらに成長した。間に合うか？残り5秒。全部入れたい。全部は無理か？よいしょ。ま、結構入れ込めたんじゃないかな。で、さっき入れた弾をここで発射するんだね。そうするとダメージ入るよ。このマッチを倒す。そして世界を平和にする。よし、やりました。じゃあ穴をね、レベルアップしていって、この穴っぽこ、育てていこう。よし。いや、進化したいな。今僕の名前、穴っぽこだけどね。ちょっと、穴ぼこになりたい。よし、じゃあみんな集まれ。おー、よいよ。やばいな、これ真ん中。すごいものが集まってる。これ全部回収できるかな？やばい、時間がなくなってきた。綺麗に取っていってよ、ここで終了。さあ、今回どうだ？さあ、集めたものをすべて吐き出して、マッチョを倒す。オッケー、やりました。マッチョ、じゃあね。あ、そして、手裏剣ゲット。え、これ手裏剣も出てくるようになったのかな？あれか、待って、今回、コインとかいっぱいあるんだけど。うお、あ、金の塊は無理か。みんな、じゃあ今のうちに高評価をして、力を分けてくれ。おお、みんなの力で金取れた。そう、金、このコインの袋も取れてるね。あ、宝箱はちょっと時間足りなかったか。なにこれ。え、夜広告かーい。急に別ゲーが始まったかと思ったよ。これ結構レベルアップできたから、最初から穴広がってるね。あ、そして、これ手裏剣だ。まだでも取れないよね。ちょっとこういうのコツコツ集めながら、あ、手裏剣も取れるようになったよ。これの方がね、最後戦うとき攻撃力高そうだよね。そう、手裏剣大量ゲット。うおー、え、これ、今までで一番やばいんじゃない？うわ、なんか取ったー。え、なんだこれ。さあ、とりあえずボス戦来ましたー。これ今回手裏剣という武器が新しいのね、手に入ったから。強いんじゃないか？さあ撃ちまくれー。集めた道具をすべてー。あれ？ムキムキー。強かったー。じゃあさらにレベルアップしてー。よし、これで27秒動けるようになったね。これならいいプレイになるはず。さあ、じゃあここから穴っぽこから。穴ぼこに進化しようと思います。さあ、行くぞー。進化来い。そうそう、6秒。おっと、広がったねー。これもう、ここにあるものすべて取っていきたいね。残り制限時間10秒切りました。全部取れるかな。よいしょー。おー、でもいいよいいよ。めっちゃ取れてんじゃない今回。来ました。やっていきましょう。さあ、穴に入れたものをすべて。吐き出す。よいしょー。これがタコ、ボンドの力。さあ、どうだ？今度こそマッチョを倒す。きたー！マッチョいただき。倒したマッチョはしっかり回収しましょう。じゃあ、ここからさらにレベルアップしまくって。やっていきましょう。さあ、28秒動けるよ。活動時間も伸びてきたね。さあ、うおー、ここにあるものすべて。僕に集まれ。ブラックホールのように全てを吸収していきたいね。ちょっと角の方から綺麗に取っていこうかな。うおー、いいよいよ。さあ、時間もなくなってきた。今回めっちゃ綺麗にできてるんじゃない？うおー、いいよいよ。よっしゃー、ほぼ全部取れました。これなら絶対マッチョ倒せるはず。行きましょう。あ、よいしょー。
さあ、集めたものをすべて出し込んで。マッチョ固いな。うわー、でも倒すよ。よいしょー、来たー。ギリギリ倒せたねー。あ、そして、グレネードゲット。あと、ここの、広告見ると、磁石の能力がつくみたいなんでね、ちょっと見よう。広告の力で、ブラックホールのような姿になってしまいました。これで周りのものを、吸収できるようになった。物取りやすくなったね。やっぱ広告の力はすごいな。グレネードもあるし、これマッチョに当てたら、吹っ飛びそうだね。うおー、もう見て。僕のこの姿。いや、もうブラックホールだな、見た目が。よいしょ、吸収して。めっちゃ取れたね、今回。さあ、ボス戦。早速、じゃあ、グレネードも使っていこうかな。よいしょ、食らえ。うおー、硬いな、でも。全部使っていこう。うおー、いろんなの使って。よいしょ、倒した。今日もまた、一匹のマッチをゲットしました。いや、この調子で、世界中のマッチを集めていきたいな。じゃあ、ルーレットスタート。ここでもいいの狙っていくよ。さあ、コイン100個少な。今で一番少ないんじゃないこれ。うわ、ちょっと少ないのだったな。でもちょっと集めたコインとか宝石で、なんかこういうスキンも変えられるのか。ペンギンスキン買おう。おお、ペンギンの穴になった。よっしゃ、じゃあレベルアップもね、しまくってと。じゃあやっていきましょう。ま、ほんとはタコが良かったんだけどね。ちょっとタコンスキンはなかったね。ま、いや、ペンギンも、海に住む力っていうのを持ってるからね。ペンギンの力で、こういうのを回収していきましょう。うわ、めっちゃ成長するね。しかも物がいい感じに集まってる、これ。取りやすい。うおー、食べろ食べろ、オッケー。うわ、何これ、広告見ると、うわ、来たー。30秒の広告見て、5秒間動けるようになったね。終了。いや、これ見る価値あったのかな。まあ、でもこれ、広告の力で、ボス倒せるはずだ。さあ、頑張れ。物を使い込んで、よいしょー。最後、一気に出るね。今日もまた、マッチョの力で爆弾ゲットー。マッチョを倒すための武器が増えてくね。そしてここはコインステージだね。よし、ここでコインめっちゃ稼いでいくよ。今回ちょっと上の方にある宝取ってきたよね。進化した穴ボンドなら取れるはずだ。来たー、宝取れたよ。ペンギンの口に入れてと、オッケー、めっちゃ取れたね。よし、広告見よう。広告の力でヘビスキンゲット。うわ、スキンも集まってくね。さっきコインめっちゃ手に入ったから、めっちゃレベルアップできたね。うわ、でかい。この状態から始められちゃうのか。うおー、物が集まってる。さあ、全部取っていって。成長が早いな、こんなあると。よし、爆弾も取っていきながら。これ全部取っていきたいね。今回いけそうだな、なんか。まだ、時間も10秒あるし。取れ全部、おー。え、待って。全部取れちゃったー。やばい。すべての力を出そう。まずは爆弾。そしていろんなのをね、出していきて。爆弾なくなるのは早。やっぱね、倒せるこれ。ギリギリー。よいしょー。穴に落ちたマッチョは、僕の友達だ。いいねね。じゃあ、友達どんどん増やしていこう。さあ、世界中のマッチョと友達になるために。まずはこういう道具を穴に入れてね。ちょっと武器を集めていこう。じゃあ、少しずつ成長していきながら。で、グレネードを取っていって。さあ、来るよ。これ、できるだけこういう爆弾集めた方がいいよね。こっちの方が攻撃力高そうだし。さあ、まだマッチョと戦う時がやってきたようだ。よっしゃ、まず爆弾使って、おお、爆弾で体力半分減ったね。やっぱ威力高いな。よっしゃ、今回も倒せました。え、今度は銃？銃を投げて使うってこと？じゃあもうこうなったらね、最強のプレイやってみたいから、ハルクスキン手に入れよう。さあ、これでパワー 5% アップしました。
タルクが全てを食い尽くそう。そう、レベルアップ。そう、磁石能力もつけたから、吸収するようになったね。それでは神プレイ、やっていこうと思います。うおー、簡単に穴に落ちてく。全部集まってくんだけど、うおすげえ。まだ G は取れないか。てか、あの G どうやって使うんだろう。やっぱ投げるのかな。よいしょ、爆弾もね、すべて食べていって、残り時間10秒。10秒の間に全部取る。よっしゃ、G も取れました。全部吸収できるんじゃないか。取れたー。完璧なプレイ。じゃあ、出していきましょう。さあ、よいしょ、いろんな道具を出して、そして、銃。あれ？銃出た？なんだ今の。おいしょ、でも、またマッチョを倒してしまいました。穴を育ててマッチョと戦うゲームでした。それではみんな、じゃあね。